そしてこれまででもう一つ忘れてはいけないのがこのプティットヴェニーズ、小さいベニスと呼ばれ、パステル調の家々や色とりどりの花々が並ぶ一角、コルマール観光の目玉の一つです。早速マキちゃんも自転車を止め街を散策することに。すごい綺麗、かわいい。実はこの街に来たのにはちょっとした理由があったんです。なんかドイツとフランスで雰囲気が違う感じがするけど、あ、これだ、これか。マキちゃんが見つけたこの建物は、実はこのコルマール、あの宮崎駿監督のハウルの動く城のモデルとなった町なんです。中世ヨーロッパの町並みをイメージするため宮崎監督もたびたびこの町を訪れたんだとか。どうしてこの建物にしたのかな、なんか惹かれるものがとかがあったのかな。私道後温泉も行ったことあるんだよな千と千尋のやつ、すごいでっかい。意外とミーハーな一面を見せてくれたマキちゃん、初めて見たフランスの街に感動し十分満喫した様子です。でもあれだけ走ったのに本当に元気ですが、疲れてないのかしら。よし、私と。そんなマキちゃんを取り囲むフランスの記者、マキちゃん何かしちゃったの？Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre région? Qu'est-ce que vous avez découvert? 実は今回のマキちゃんの大冒険を現地フランスの新聞が取り上げ掲載してくれたんです。さらにテレビのニュースでも。Son joli minois, mettez-moi des millions de japonais. Le Japon est une île. Et quand on veut en sortir, il faut toujours prendre l'avion. 思わぬ形でフランスデビューを果たし、気分も上々のマキちゃん。コルマールを出発し、今日の宿泊先を探すためにさらに進みます。Bonjour. Ah. なんか鐘が鳴ってる。おお、迫力がすごい。わあ。見えてきた、見えてきた。前方に山が見えます。アルザス地方を南北に走るボージュ山脈、その麓にはおよそ1万2500ヘクタールにも及ぶ広大なブドウ畑が広がっているんです。このブドウ畑を縫うようにして走るのがこのアルザスワイン街道。南北に伸びるおよそ170キロの街道沿いにはなんと100余りの村が点在して、アルザス地方の名産となっているワインの製造が行われているんです。わー気持ちいい。収穫の時期には美しい緑の姿を見せるワイン街道を走るマキちゃん。寒い。なんだこれ、町がある。おお、わあ、かわいい町がある。すごいな、絵に描いたような町ですね。今夜泊まるところを探しにやってきた小さな村、なんだか昔ながらのかわいらしい家はいっぱいありますが、ホテルなんてあるんでしょうか。これどっちかな、これ。しばらく村の中を走っているとマキちゃん何かを発見したような。え、藤藤 TV って書いてあるけどこれこの不思議な看板、一体ここは。堀北真希、ヨーロッパ3カ国自転車200キロの旅、フランス東部アルザス地方のとある村に迷い込んだマキちゃん。
どっちかなこれ。泊まるホテルを探してる途中で何かを発見。それは？え、藤？藤 TV って書いてあるけど、これここ。そこには藤 TV の看板が。マキちゃんがやってきたのはニーダルモルシュビル村。実はこの村、以前フジテレビで放送されたドラマ。アルザスの青い空の舞台となった場所。長期間に及ぶロケが行われて、しかも村人全員がエキストラとして出演するなど、当時話題を呼んだドラマ。それがきっかけとなって現在でも様々な形で交流が図られ、日本とフランスの友好の架け橋となっている村なんです。と、マキちゃん、何やら可愛いお店を発見。よしワンちゃんいるけど、これ開けて大丈夫なのかな。わあ、かわいい。ジャム？おいしそう。これ超大きいマカロン。おいしそうなお菓子が並ぶ可愛らしいお店、メゾンフェルベール。このお店の名物はジャムの妖精と呼ばれる有名パティシエが作り出す400種類以上のジャム。早速マキちゃんも名物のジャムを買おうとするんですが、夢だから何味か分かんないもん。色で買うしかない。何ジャムだろうこれ。これイチゴかな。全然分かんない。ラベルに書かれてある文字がさっぱり読めないので、何ジャムなのかわからないマキちゃん。とりあえず見た目で決めて購入です。一瓶日本円で860円。あら、クッキーなんかつまみ食いしてます。おいしい。クッキーも買おうかな。おいしいクッキーの味で幸せに浸ってると、お店の奥から一人の女性が。Bonjour, je suis Christine. Au nom de moi? Oh, 日本語。Très bien. Maki. 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 Très bien. この女性がジャムの妖精と呼ばれるクリスティーヌ・フェルベールさん。フランス国内はもとより世界中に知られる有名パティシエです。その技術を学ぶために、彼女のもとには世界中からパティシエが修行にやってくるんだとか。そんな妖精の仕事場を特別に見せてもらいます。いつもこのコンフィチュールを炊くときにはこの鍋を使っています。なんか特別な。そうですね、大きさとか、あと厚さとか、すべてクリスティーヌが選んで、フルーツが一番いい状態で炊き上がる状態を選んでると思います。一見何の変哲もないこの鍋から生まれる極上の手作りジャム。しかも一つの鍋からできるのは一度にたったの50個。それらをすべてフェルベールさん自身が手作業で瓶詰めにしているんです。丹精込めて作られたジャム、一体どんな味がするんでしょう。キイチゴ。キイチゴ、はい、日本語名でキイチゴなんですけど。甘い匂い。セボン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 。美味しい。美味しい。ここでフェルベールさんが出来たてのジャムをプレゼントしてくれることに。Parce que c'est une griotte pour Alain Ducasse。Alain Ducasseっていう方をご存知ですか？すごく偉大な料理人の方なんですけど、その方に依頼されて、その方のためのコンフィチュールということで作っています。スカンフェス。On va vous offrir un petit peu. Comme ça, vous pouvez goûter avec du fromage. ああ、ぜひ。フロマージュでシェーブってヤギのチーズなんですが、ヤギのチーズとこのグリオットの一緒に組み合わせて食べると、もうすごい、もう感激です。これはぜひ試してほしいです。感激。あ、違う、メルシーだ。ここフランスだから。メルシー。喜んでもらえてよかったです。どういたしました。ありがとう。ありがとうございます。
ジャムの妖精からとっておきのプレゼントまでもらって大満足のマキちゃん。